では天川文化村のですね、売店とかある観光的なところを見てみましょう。なんか美味しそうな食べ物がありますね。300円ぐらいですね。ここは40分ぐらいで回れるそうなんで、お土産3点いくですかね。お、トッポギ。ソフトクリームか。この時期ソフトクリーム寒いですよね。一応防犯カメラもあるんですね。やめな、走。あそこはさっきいたところですね。なんだろう。ピーナッツバター。イカのピーナッツバターかな。おお、でかっ。バラのアイスクリーム。はい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 、これは取っとかなきゃいけないやつがありますね。んでここからマチュピチュを取りましょうか。マチュピチュをね、
내가 찍은 거 내가 그 내가 그 찍은 거 아 뭐야 어 어떤 건데 동민이 コーヒー、アメリカンコーヒー、カフェラテ、カプチーノ、バニラテ。はい、こんな感じですね。ああここは今写真でマグカップとか作ってくれるんですね。千と千尋の曲買って著作権に触れちゃいますね。お、ガチャガチャ。ロミオとジュリエットのな、あのあれ。あのなぜでこれなぜかゴリアがあるで一人のとか日本人の方がいますね。これフォトスポットですね。こうやって撮ってるんですね。みんな並んでるんですね。おお、素晴らしい。ここはやりませんけど、ちょっと日本人の方恥ずかしいことしないでほしいですね。ここはやりませんけどね。下は落ちないようになってるようですね。うまいことなってるやん。明日も行けんのか。あ、そのことなるよかったな。あ、ここも。ここ。会長絵になりそうですよ。ここ座るんか。立つんか。これ邪魔してるやん。会長なんか絵になるわ。おお、絵になる。日本人の方あんまり恥ずかしいことしないでほしいですね。ね、ちゅうちゅう言わないようにね、若い人にね。これはアンマンスイートレッドビーンホッピング、ホッピングじゃないの、なんだ英語は下手なのバレちゃうんでね、要するに小豆の小豆とピザとかねシードとかねそういうのが入ってるね。日本語メニューがありますとかね。よいしょ。UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーですね。これプリクラですね。아니야, 우리나라에 미국 가.
나래도뭐하는거같은데아그러면갔던게다시와서뭐좀먹어아까말한거이렇게갈까아니면이렇게내려갈까あちら釜山港ですかね。マップが全部韓国語バージョンになっちゃってますね。ちょっとわからないですよ。おそらく釜山の海ですね。こちらはですね、天川文化村、カムチョンムナマウルですね。釜山広域市のですね、集落ですね。カラフルな街並みで観光地となってますと。こちら韓国のですね、こちらですね、もともと1950年代に朝鮮戦争の避難民と太極道教徒で作られた街だったそうです。2009年に夢見る釜山の マチュピチュという公共美術プロジェクト、2010年にみろみろロジプロジェクトというのが実施されて、その後も公共美術事業が続いているそうです。現在ではですね、芸術的な雰囲気を醸し出す街となってですね、韓国のマチュピチュとか韓国のサントリーニとか、韓国のチンクエテレなんて呼ばれていることもあるそうです。これ全部ウキペディアの情報ですけどね。ものすごく綺麗ですね。暖かいんだけど風が強いですね。あれが小学校なんですかね。このおばちゃんが言っているのは鳥の串ですね。大きいですね。炭火焼くかと思いましたらですね、バーナーで焼いてます。バーナーで焼いた焼き鳥ですね。この後ね、味噌だれとかつけてくれるんですけども、一本注文しました。バーベキューやっぷりって書いてありますね。バーベキューってなんか鳥ですね。味噌だれなのかな、なんかタレにつけて、タレをつけてますね。甘辛だれって書いてあるんですね。
あ、これまた焼くんだ。カムサミだ。はい、カムサミだ。これですね。日本だったら1000円ぐらいしそうですね。皆さん、いろいろ持ってますね。あ、そういうことか。そこに線を入れたコインが出てくるから、それをガチャガチャ入れるんですね。おみくじですね。ネズミからイノシシまで書いてありますね。おみくじですね、これね。あ、でも気合ったな。Japanese lunch bar. Lunch bar?おみくじ買ってもハングルが読めないから、意味がないので買わないことにしました。Japanese. Do you know Japanese? I
여기 망치로 때리는 데 있는데. 와도 된다. 여기 있어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 . 여기 チヂミですかね。キムチチヂミ300円。なんか SNS に載ったやつですね。なんだっけ、焼き鳥。350円でこの大きさだったら安いですね。これはですね、こういうことらしいです。これを一つください。チキンクッキー3000ウォンね。じゃあ3000ウォンです。あ、うまい。24,500円。うん、はい、はい、これね。よいしょよいしょ、2本もらっとこう。かむさみだ。はい、これですね。チキンクッキーっていうから、うん、揚げてあるよ、うん、なんか合ってるね。揚げてあるとなんか合ってる。おっと、正直家庭でも作れそうな味ですかね。
これがあれですね、インスタ映えするやつですね。日本にもありますよね、横浜とかにね。ね、さっきの鶏の唐揚げ食べたら喉が開いたんで、ブラックコーヒー飲んだけど。今朝方セブンイレブンに買ったね、ブラックコーヒー飲んどきました。ここがコミュニティ広場って書いてあったんですけど、ちょっと上がってみましょうか。日の出だったりして。韓国はですね、左ハンドル右側通行ですね。何もなさそうなんで戻りますか。左ハンドル右側通行ですね、韓国の車ね。腹いっぱいになっちゃったな、お刺身食えなくなっちゃう。屋上から景色を見るんですが、この食堂ですかね、麺系の食事と高麗刺身の和え物、うん、食べれないな、腹いっぱい。おでん、これがこんな感じの説明文書いてありますね。そうだけどね、腹いっぱいだよね。
お菓子屋さんですね。そっか、コンビニで帰り。ソウルかな、ソウルのレイパーってか。ね。釜山のマチュピチュ天川文化村はいかがでしたでしょうか。来週また韓国特集やりたいと思います。よろしかったら高評価とチャンネル登録。